りのべっぴんボイスレッスン。今回は代謝を上げよう横隔膜ストレッチです。お腹の周りには大きな筋肉があります。上半身と下半身をつないでいるお腹の前面の筋肉は呼吸を支える横隔膜につながっています。お腹の前面の筋肉を伸ばすことで呼吸が楽になります。さらに大きな筋肉を動かすことで代謝が上がり、体全体が温まります。ウエストのくびれを作るのにも効果があります。足を肩幅に開き、姿勢を整える。体を軽く反らし、天井を見る。お腹を膨らます感じで鼻から息を吸う。天井に向かって10秒間声を出す。元の姿勢に戻す。これを3回繰り返す。バランスが取りにくい人は腰に手を当ててやってみてください。声を出すことで横隔膜が緩み、体を反らして戻した時にお腹の前面が温かく感じられます。スピーチや歌う前の準備運動としても適しています。やってみてくださいね。広瀬まりのべっぴんボイスレッスンでした。バイバイ。